2点目をもう諦めましたよね。だから一塁ランナーの谷口は帰ってきたら仕方がないっていう守備体系ですよね。そうですね。ただこれ西川殺そうと思えばやっぱりこれぐらいの守備体系取らないと殺せないですから、はい、でも一発が怖いというよりはもうこうヒットを打たれれば1点確実に入って、はい、で外野手も元の位置に戻りましたよね。戻りましたね。これはセンターに抜けるか、抜けた抜けた、三塁ランナーホームイン、セカンドランナーも回ってきました、ホームイン、田中の強打が出ました。こういうバッティングを福山嫌がっていたと思うんですね。まあ、厳しいコースですけど、なんかよく打ったんですけど、はい、ただなんかちょっと悔いが残る、そうですね、中途半端なボールですよね、はい、ちょっともったいなかったですね。もうこれ4番の中田と勝負で満塁でっていうね、はいはい、ホームランとか打たれて4点入るのも そのチョイスあったんですよね。1点取られるのも一緒だと思うんでね、